回行った方がいいか。行った方がいいか。行った方がいいか。ちょ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 。やった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 まあ、よしよしよし、いやー、ほら、いやー、ぶっ倒して、ほら、ボンレー、いやー、ほら、しゃべれ、倒れる、骨あった、やったー。
やよう聞いとけよ。女子力で勝って試合で負けた。それだけや。丸め込み。シャラップ。よっしゃ。力では勝てねえけどな。技だ技。まあいいや。これでシングル多めだけど。今年はもうシングル5回やってるよ俺お前。まあタックリング戦中だけど、俺は俺の戦いを見てますんで、これからもよろしくお願いします。ドラゴンゲイツ頼むぞジャンさんよ。すごい。ほい。
さんね。天井さんよ。ああ。クリームブレイク、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 なぜよ、騙されほらほら、見ろ、おー、すごいこれだ、待ってくれ、おいこれ、Stop!
Yeah!
Thank you.
ほら苦しいか山田ほら攻めようぜハウトゲームYeah!
それな、神戸でお前ら当たるけどな。
美味しくいただいてやるよ。そういうことだ。お前らみたいにな、決勝トーナメント進出してあぐらかいてるからこういう結果なんだよ。おい、今までの勝利はただ運が良かっただけだな。本当の実力の持ち主、強いのは俺たちジブラッツだ。はい、ドラゴンゲート、福井大会、本日皆様ちょっとね天気が悪かったんですが、ご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。はい、今日もねレーデパレハスの公式戦が2試合行われました。まずは琉球ドラゴンプロレス首里城、そしてもずく富永組に対してゴールドクラス箕浦弁慶、だったんですが、またこちらも、ポセイドンの2人ね、首里城、もずく富永の、まあ、驚異的な粘りというか20分フルタイムドローということで、両チーム1点ずつですかね。ということでゴールドクラスが今日の公式戦をもちまして残念ながら決勝トーナメント進出が絶望的、となりました。もう敗退確定という感じでなっております。そしてメインイベントは、もうすでに決勝トーナメント進出を決めてます大和望月進組対こちら俊介門下維新組だったんですが、こちらね最後一瞬のその旬の丸め込みで進さんがちょっとね負けてしまいました。まあこういうねまあ
最後の最後のこの一敗っていうのがね、決勝トーナメントまで響かないようにしてほしいなという感じです。春維新組はまだね公式戦残ってますんで、また他のチームによっては全然ね拮抗しますんでね、どのチームが這い上がってくるかといった状況です。今日ですね、ちょっと残念ながら決勝進出がもうなくなりました。ゴールドクラスの2人にちょっとねインタビューをしてみたいと思います。はい、ゴールドクラスの2人に来てもらいました。はい、今日の公式戦の結果をもちまして、レイテパレハウス2024はゴールドクラス残念ながら決勝トーナメント進出が絶望的ということになりました。まあね、そうですね、結果を受けてちょっと2人の心境をね、心境ですか、今の聞いてみたいと思います。はい、GM もう一度聞いていいですか。はい、優勝の確率は 1% もなくなったということで。もうないですね。ないですか。結論から言うとやっぱり、はい、優勝を狙ってただけに。そうね。はい、まあ本当優勝の愚か、はい、一勝もできていないこの現実。いや、それはです、俺もすごく意外で。はい、まあね、はい、令和新世代の、はい、2人がチームがここだけだからね、ゴールドクラスだけで。そうですね、そうですね。まあ前評判でも、うん、あの優勝候補と噂されてた。俺も高かったよ、2人のね、はい、期待もあったし。やっぱりそうですね、今回は本当にファンの期待を裏切る結果になったのは間違いない事実です。ただ、はい、ただです、ここで終わってしまったら。そうね、本当にそうよ。はい、切り替えも必要だけどね。そうです、あ、大事に大事に。ちょっとやっぱり本当に悔しいです。いやいや、まあね、あと、まあ、特に美濃浦は、はい、結構ね、ボール取られてちょっとで、はい、取られることもちろん多いから。そうなんですよ、GM 一つも僕取られた試合がないですよね。あ、そうね、はい、まあ、だからちょっと、まあまあそこ見逃しパパできなかった。まあ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 、私の責任なのかな。それ見逃し的にはどうなの。そうね、ちょっと最近こう勝ちにつながらないことが今年に入ってすごく多い印象を俺もしてます。なんか本当にこう思うようにずっと結果が出なくてね、すごい本当なんかどうしたらいいのかなっていう、本当悔しい気持ちと、なんかね、すごくもがいてるっていう感じはすごく感じるんだけどね。プロレスの難しさにこう直面してるというか、まあ、去年が去年で調子が良かっただけに、ね、まあ、これもちょっとね、美濃浦コートのレスラー人生の試練として受け止めて、はい、なんとかこうね飛躍する何かきっかけを俺は掴んでほしいなと思うし、隣にはこういうね、もういつでも元気で、そうですね、やっぱ心強いパートナーがいる、弁慶いるし、はい、ハルクもいるし、はい、で休んでる分ミノリータもいるからね。そうですね、やっぱりここで終わりたくないっす。もちろん終わっちゃダメよ、はい、終わっちゃダメだし、ゴールドカスのリーダーはミノラコータなんだから、はい、お前がバーンとやっぱりこれからまだまだ行ってもらわないと俺も嫌です。そうっす、必ず這い上がります。やっぱね、あるから、レスラー人生何十年やってたらね、はい、こうスランプというかね、波は絶対あるからね、何かこう登るきっかけを掴んでほしい、はい、そうです、きっかけがやっぱり大事で、そう、ね、重要だと思ってます。やっぱ美濃浦孝太、この後何かきっかけさえ掴んで、もう何か一つ掴めばそこから這い上がっていくと思うんですよ。いいね、ポジティブだから、なんかちょっと、はい、安心するわ。安心してください。はい、なんか頼もしく見えてくる。はい、もう余裕で、結論から言うと美濃浦孝太大丈夫っす。はい、大丈夫、大丈夫っす。間違いない、先生から見て間違いない、はい、先生から見て、目見ればわかるんですよ。おー大丈夫、ちょっと顔色があんまり良くないけど今、先生花粉症があるから、そはうん、でも目見れば、目の奥は笑ってないんですよ。なるほど、目の奥笑ってない、真剣ってことね。そういうことです、そういうことです。なるほどね、はい、だからやっぱりこっから這い上がる、それを這い上がる生き様をプロレスファン、ドラゴンゲートファン、ゴールドクラスファン、美濃浦孝太ファンに
もちろん弁慶もよ、はい、弁慶も行くよ。私はこのまま突っ走っていきます。おー、楽しましいね。はい、美濃浦浩太と共に、共に、はい、ゴールドガラスと共に、はい、何も心配いらないです。ありがとうございます、はい、じゃあ最後美濃浦ね、一言ちょっと最後締めましょう、はい、いってらっしゃい。今ね、本当こう結果がついてこないですけど、まあ、本当弁慶とゴールドガラスとミノリタも帰ってきますんでね、うん、それまでに必ず上がってまた最前線に復帰したいなと思います。よくぞ言った。ミノラ広大、皆さんご期待くださいね。